がしますね。これなんかランキングするとちょっと昔の話蘇ってきますね。蘇ってくるね。あれ奥さん、前の奥様と中野新橋の焼肉ソウルでごちそうなった頃も思い出しましたよ。いやもうそれはそれは禁句しといて。それは禁句でしたかね。焼肉ソウルでごちそうなった時、もう二人がこうまだね、あの結婚したばっかりの時に二人歩いてた時にね。いやいや、だからさ、その時に連れてきたなんか若手がいたやんか。鈴木おさむ君。鈴木おさむがいてね。そうですそうです。お前こらえてちゃんとお前一生懸命頑張っていい作家になるよとか言って偉そうなこと言ってたよね。そうそうそう。そしたらすごい鈴木おさむさんが伸びちゃって今さん付けしてますもん俺。お前らって言ったのがさん付けしてますもん。やっぱり本当にあのどこで伸びるか分かんない人は大事にしなきゃダメなの。そうなんですよね。後輩は大事にしなきゃダメなの。そう、もう後輩は取引先。